はい、なつきです。はい、伊藤です。でもやだもうダメだよね。うちら二人だとダメだよね。今日は二人で。もうだって忘れてるもん。オープニングを。あ、そう、オープニング忘れました。イエーイ。なのでタクシーですもん。はい、もう移動中なんですけども、そうなんですよ。今日は、はい、クリスマス間近ということでクリスマスデートをしていきたいと思います。なんかこれずっとこうなの。ずっと揺れてる。なんかねこうなってんだよね。この後ねデートした後にうちでパーティーもしようと思ってるんで。そうなんですよ。楽しみだね。楽しみだね。なのでプレゼント交換とかね、そういうのもしたいなと思うので、そういうのも買いつつデートをしたいと思います。まあもうこんな暗いんですけどね。あれなんですよ。暗くてもいいんです。なぜかってクリスマスだから。そう、クリスマスはから行くんですよね。言うんだ。あ、ダメだ。言うんだ。ダメ。でも向かう場所は六本木です。まあこれで察しがいい人は気づくでしょう。そこへ今から向かいたいと思います。初だもんね、六本木ね。六本木ほどが初。洒落た街。洒落た街行ってきたいと思います。レッツ。はい、六本木着きました。ちょっと声そう抑えたよね、急に。六本木着きました。ちょっと恥ずかしくなってきた。着きました。有名なミッドタウンのとこのなんかイルミネーションです。そうです。私は全くわからない。そうです。初です。結構綺麗だから。はい。歩き出しますか。行きましょう。そうもういかに近く歩くかこうやって。超ラブラブや。私たちやっぱ編集マンなのでモザイクかけるのが大変だなっていうことで、こんなんだからね、もうめちゃくちゃ近い。肩まで組んでね。そこら辺のね、うちらイチャイチャしてる。あ、ちょっとほら背景映そう一回。ほらこんな感じ。ね木そこ普通の木。一番飾りないとこやった。行きます。じゃーん。どう？ダメじゃない？うちらなんかさセンスがないよね。じゃあ外カメでも撮っといてあげるね。あ、本当ありがとう。こんなかあれ一番目立つよこれが。僕が持っているプレゼントに。僕が持ってるこれ？それじゃない？左に振ってみよう。違うよ違う。手をかざして左に振り返ってみようだよ。うちも分かんなかったな。何だったんだろう。あ、分かった。プレゼントボックスが光ってんじゃない？いやー分かん。あ、ほら光った。え、そういうことじゃない？そういうことだよね、きっとね。そうだよね、君。そうだよね。そうだね。そうだね。うん。ね。あのドームとかほら、なんかすごそうじゃない？毎年割とすごいよ。そうなんだ。そう。てかすっごいギラギラ。もう目の前キラキラ。何が？ね。あ、本当だよね。もう背景可愛いじゃん、うちらだって。イエーイ。そういうところでね、多分ちゃんと TikTok とか撮るべきだと思うんだよ、うちらね。でもそんな時間ない。そうなんよ。そしてじゃあちょっと観光して終わり。いや、そうなんよね。すごいね。ほらね、超綺麗でしょ。イエーイ。可愛いね。ね。なんか音楽があれだよね。なんかいいよね。眠くなるね。そうわかる。そんなことないんだ。僕がないが絶対明るいだけだ。はい、ということでイルミネーションを楽しみました。じゃーん。キラキラ。ここにスケート場がある。あ、これ？そう、これが多分スケート場らしいです。そう。すごいね。すごいよね。毎年めっちゃすごいよ。時間があんまりないからね。そう、全然写真も撮れなかったです。あとね、人がね、マジで多い。ガチで多い。思った以上にいた。すごいよね。びっくりした。もう渋谷にね、とりあえず向かってね。プリクラ。そうだね。そう、プリとあとプレゼント選び。そう、プレゼント選びたいと思います。なんか写メ撮ってほしいらしいです。この壁。この壁。シャネって懐かしいね。ね、言い方よかった。ということで渋谷に着きました。ですごいおしゃれなそういうのなんかね、専門店みたいなね。来ました。プリクラ撮っていこうと思います。ご様子もちょこっとお見せしちゃうかもしれないぞ。知れないぞ。行くか。行くか。夢恋撮ります。ねえねえ、ヒール履いてるからさ。違うよ、でもそんなもんだよ。バレちゃうんだよ。そうでか。あ、えらい前髪が気になる。あ、見て見てよ。違う、徐々にね、笑ってね。ちょ、やべえと思って今。あ、やばい。違う、ナッチと同じ勢いでしゃがむとうちが下そう。しゃがんじゃうんだよ、なんか。どっちのが年上に見えんだろう。いや、私だよ。でもそうなのかな。で、なんかさ、だってさ、同い年くらいに見えるとかって言われるじゃん。老けてんのからじゃん。あ、逆にね。ね、待って、やめて。逆にその説ある。あ、ちょっとうちそういうフォローできないわ。ごめん。ごめんな。動画撮ってる。あ、そうなの。これ漏れてるもん。ね、可愛い可愛い。でも見て、歌みたい。なんか2倍くらいあるんだけど、この手。すごくない？すごいわ。なんでこれは2倍あんの？でも見て、しかもこれもさ、へし折れ。あ、この前もなってた。これと。やっぱこういうこれだけ変化してますよってことなのかな。怖いね。ね。面白いね。面白い。漏れました。イエーイ、嬉しい。イエーイ。でっかい鏡が。ね。すっごい。もうめっちゃでかいよ。本当にでかい。ちょっとそう、写真撮りたくなった。見せるようで見せないぞーっていうふり。なんだそれって。よし、終わったので。誕生日じゃなくて、違う、クリスマスね。クリスマスプレゼントを選びたいと思います。で、今回は決めて、金額は5000円で、お店も決めてロフト。の中でお互い選ぶみたいな感じでね、選びたいと思います。ロフトへレッツゴー。はい、ロフト着きました。あ、これか。うん、ロゴわかる？ロフトです。で、じゃあプレゼントを選びたいと思います。動画を回すから、ちょっと選ぶギリギリまで一緒にいよう。そうね、選ぶ決めたら解散しよう。そうね、一人で撮るの恥ずかしいからね、これ。恥ずかしいよね。探索だけ一緒にしよう。そうね。うん、多分コスメとかが7階とかの。コスメ系だよね、でもやっぱ。コスメだよね。そうだよね。じゃあ上行こう。あ、何個上だけだったかな。今7階に向かってます。多分違う、2階。待って、わかんない。全然違うじゃん。ほら、多分美容テレスがこの階だ。2階です。嘘ついちゃった、ちょっと。7階超嘘ついたね。なんかとね、混じっちゃったんよね。5000円だもん。結構買えるよね。まずは一緒にね、そう、一緒に下見をねしましょうよ。何これ見て、お昼寝中って可愛いし、なんだよ、なんか良さそうな気もするよね。ロフトこういうの何にしようかな。どうしようかね。今コスメ見てます。めっちゃ近くておもろいんだけど、もうどこ映していいのかわかんない。鏡いいね。全然映ってない。見て、この誰もいない。私も映ってない。映った。あ、またいい鏡が。終わった。どんなポーズの仕方。鏡とかなんでこんなんだろうね。みんな映えを狙ってる。違うよ、みんな見るんだよ、化粧。そういうこと。そうだよ。はい、ちょっとね、人意外といるんで探索したからね。そう、ここからはちょっと選び物バイバイします。元気でね。バイバイ。バターにまでね、うん、あとすごい組み方もう何も合ってない。バイバイ。後ほど。はい、買いましたー。ね、お互い何が何から何が何だか知らないからね。知りません。後でのお楽しみということでございます。はい、ってことで次はパーティーをするためにコスプレをするんですよ。クリスマスの。それを買いに行きたいと思います。あとはなんだっけ？あとパーティー用のなんか食器とかね、グッズみたいなね。そうそうそう。それも買いたいと思います。ドンキさんです。です。レッツゴー。レッツゴー。すごい角度。ね、前髪がもうやばいよね。これ聞こえるかな？今めちゃくちゃ近い。コスプレ選んでます。寒そうな服ばっかり。ね、お腹出てるのはちょっと私は厳しい。しかもなんだこれ。決められん。ちょっとゆっくり決めますね。バイバイ。はい、着きました。急に消えたよね。多分サンタのコスプレを買った時に消えましたね。まあでもコスプレ買ってそのパーティーのグッズって言っても買ってないね。買ってないね。ってことはやっぱコスプレだけか。コスプレと飲み物。うん、くらいしか買ってない。はい、なんかチキンも買おうと思ったやつがなくて。ね、寒すぎて見て鼻もほっぺも赤くないですか？赤いわ。みんな赤いわ。もう夕方からすごかった。もう風強すぎて、これは後で話した方がいいんじゃない？そう、あっちのね、あっちそうだね。これだけ話は後でね。はい。で、まずね、これね、なんかプリクラのところになんか売ってたんですよ。どっちがどっちかわかんない。あ、確かに。じゃーん。ヘアクリップセットを買いました。で、これを半分こします。なんかプレゼントとは抜きにね。あ、そう、全然違います。これは。どうしても欲しくなっちゃったね。普通にね、こんなの見たことないと思って。可愛いよね。ピエンってなってるの。え、ほら、あ、本当だ。それもうるうるってなってる。あ、そういうやつなんだ。わかんないけど。え、可愛いね。なんか可愛くない？どう？どう？うちらピエンって感じじゃない？待って、全然高さ違う。可愛いじゃん。なんだこれ。やばくない？と、あとコスプレのね。あ。じゃーん、私がトナカイで、私がサンタです。これをね着て、この後パーティーをしていきたいと思います。見てね見てね。はい、伊藤ちゃんのチャンネルでもパーティーの様子が出るので、ぜひ皆さん行ってください。はい、概要欄貼ってきまーす。見てね見てね。コスプレするよ。これの後編って感じでね。そうします。じゃあバイバイ。バイバイ。ピエンピエン。そう、子供シャンパンみたいなプレゼント交換をねしていきたいと思います。あ、じゃあ一番思い出に残ってるクリスマスの思い出は？死ぬかと思った。マジで死ぬかと思った。